時刻は5時半を回りました。つながるラジオの時間です。パーソナリティは松山秀和です。この後6時までの約30分間皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、今日は8月の6日日曜日になります。今日もよろしくお願いいたします。はい、ちょうど、8月の6日今日明日までか明日まで私が住んでいる青森県の弘前市ではですね、ねぷた祭りというものをちょっとやっておりまして、はい、まあ祭りの真っ最中と、まああと明日で終わりという感じですね。今日この後6時7時からか7時からまた、最後の夜の合同運行でね、まあ大体夜の祭りなんですけど、最終日7日だけは朝と、あとまあ夜もちょっと7日日送りっていうのをやろうかな、うん、そういうことをですねちょっとやると、まあ基本的に夜やる日のお祭りなんですけど、ね、日祭りなんですけど、今真っ最中でございます。はい、そんな祭りの最中なんですけどね、ちょっと沖縄のね皆さん知人友人から今台風がね大変だっていうことで、かなりいろんなフェイスブック投稿なんかでも拝見しておりまして、ちょっと心配しております、うん、大丈夫でしょうか。ちょうど収録しているのがですね8月の2日になるんですけども、かなりニュースなんかでもですね強い風が吹きつけているということで、玄関がねガタガタ揺れてもうずっと押さえてないといけなかった、そんな方もいらしたみたいで、非常に、まあ、台風慣れしている沖縄県でも怖いと、いうふうなお話も伺ったので、非常に心配をしておりますが、このオンエア日にはですねこう何事もなく、過ぎ去っていればいいなってそんな思いもちょっと持ちながら収録をさせていただいております。はい、ね、本当に命をね大やっぱりこうライフラインが止まっちゃったりねしてるところもあるみたいで、停電したとか断水したとかそういうところも終わりだそうでね、当たり前のことが当たり前じゃないんだっていうことに気づいたっていうような投稿も拝見したりしました、ね、本当に、ね、今大変な中にいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、十分にお気をつけなさってくださいね。まだ夏はこれから、ね、台風シーズンはまだまだ続くかと思いますのでね、はい、お互い気をつけてまいりましょう。はい、番組ではですねメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、 すべて小文字です。797@fmgino1.com です。またこの番組は YouTube でもネット配信をしております。 FM ギノワンさんの YouTube チャンネルからもご覧いただくこともできますし、あとは、オンタイムではマイチューナーラジオかリスラジというアプリをダウンロードいただきましたら、聞くことができますので、よろしければダウンロードの方もお待ちしております。あとはですね私の YouTube でご覧の皆さんも私の隣に QR コードがございます。この QR コードを読み込んでいただきましたらですね、つながるチャンネル専用の YouTube チャンネルもございます。そちらからだと過去のアーカイブ探しやすくなってますのでですね、過去ユニクロのお話ししたりとか、あとデジタルのお話ししたりとかですね、なんかまあ、青森県のお話も、たまになっちゃってるけど、はい、すいません。したりしてます、ね。今日はちょっとがっつり、青森県の弘前のお話を、ちょっと していきたいなというふうに思っておりますのでですね、ぜひ、登録の方もお待ちしております。はい、それでは今日も始めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性がございます。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、ということで、お送りしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということでですね、今日はね、弘前のお話をちょっとしていきたいと思ってます。ちょうどね、冒頭でもお話をしましたけども、弘前市は今お祭りの真っ最中ということです。1年に一度の祭り、夏の祭りですね、弘前ねぷた祭りというものをですね、今開催中です。8月、毎年8月1日から8月7日までやっております。はい、ちょっとご存じない方もね、きっといらっしゃると思いますね。少し、どんなお祭りなのかっていうことをですね、お話ししていきたいなって思っております。はい、弘前のね、ねぷた、ちょっと似たようでちょっと違うものがですね、あってですね、多分皆さんがよくご存じなのは、青森県青森市にあるねぶたというね、ねぶで、濁点がつく方ですね、はい、そちらが多分全国的にもかなり有名かなというふうに思うんですが、私どもが住んでいるこう津軽のね、青森市以外のところというか、またちょっと弘前市中心とした界隈の方はですね、ねぶたではなくてねぷたっていうね、ちっちゃい丸がつくんですよね。なんかこう似てあうでちょっと違う祭りになってるんですけど、ややこしいですね。はい、で結構ね、そういう青森県にはですね、夏祭り多くてですね、八戸の方に行くと三社大祭とかね、そういうふうなお祭りもあったりとかしてですね、東北以外もね、全部全国的にこの時期ってね、花火大会も含めていろんなお祭りが催されてるんじゃないかなと思いますけれども、弘前ではねぶた祭りというのがやってますということなんですね。で、まあ、どういったお祭りかっていうのはですね、この後ちょっと8月の1日にですね、私がちょっと見に行って、少し動画を撮ってまいりましたので、まあ、ラジオなのでね、音でちょっとお伝えできるところは音でお伝えしてですね、なんか少し祭りの雰囲気をですね、味わっていただけたらなぁなんて、そんなことを思っております。はい、ですので、まずねぷたとは何ぞやという話をしていきたい、聞きます。はい。まず歴史なんですが、まあ、なんかねぷたのその始まった由来っていうのはなんか諸説あるみたいでですね、はっきりしてないらしいんですよ。うん、私がちょっとこう見たのは、商工会議所さんのホームページかなをちょっと拝見して、ちょっと読み上げますね。ねぷたの起源についてはいろいろな説があるということで、まあ、一つは、坂の上田村丸の伝説、ね、聞いたことあるようなないようなっていうね、まあ、江戸征伐っていうと日本史習ってた方は結構有名かもしれませんけどね、平安初期の武将で、その方がこちらに来た時に、まあ、夜にはこう松明をつけてですね、笛とか太鼓をとかホラガエを鳴らして、そういう大きく見せるというか、敵をおびき寄せるというかですね、そういうことをやって、まあ戦に勝つことができたことが由来になってますという説もあれば、あとは私たちのこう住んでいる地域は昔は、弘前藩、津軽藩なんても呼ばれたりしますが、まあ、津軽為信という方がですね、最初のお殿様になっているんですね。で、この津軽為信さんがですね、お殿様が京都に、まあ、京の都に登った時にですね、まあ、大きな灯籠を、まあ、うちのお国はすごいんだぞということで、でっかい灯籠を作ったと、まあ、二軒四方っていうことらしいんですけどね、まあ、かなり大きなものだったんでしょうね。で、それが、まあ、京の都の中で、まあ、かなり噂になって、津軽の大灯籠と、大きな灯籠、大灯籠として、広くこう伝わって、まあ、地元でそれがこう発展してお祭りになったんだというような説だとか、あとはこれが、まあ、私の中ではこう一番馴染みのある説というかですね、まあ、自分的にはですね、そういうふうに馴染みがあるなと思ってるんですが、農民行事説ということで、七夕祭りですね、まあ、七夕送りなんていうのも
結構あるじゃないですか。こう川にね、灯籠を流したりとか、ね、でこう精霊流しなんていうこともあったりすると思うんですが、そういうふうにこう昔の、ね、方は、邪気を流すとかね、そういうふうな良くないものを、川に流したりとか、祈りを込めて、ね、そういう精霊流しをしていたと、うん、でそれがですね、津軽の方言では実は眠い、ね、眠いなっていうのをですね、方言でネプテって言うんですよ。ネプテとかって言うんですけどネプテって、ね、言うんですよ。ああ眠いなと、うん、眠たいっていうのをそんなことで言うんですが、そのネプテっていうのがですね、ちょっとなまって、まあ、十分なまっちゃってるんですけど、すでにそれがさらになまってですね、ネプタというもの、だからそういう眠り流しというところからこう来ている行事が、まあ、眠りが、まあ、ネプテっていうふうに言うんでね、うん、それがネプタというふうなものにこう発展していったんじゃないかというような、まあ、いずれにせよですね、まあ、結構歴史としてはかなり古くてですね、きちんとした、書物というかものに出てきたのは、享保7年1722年ということですので、まあ、ここにはちゃんとした歴史としたこの、弘前藩の、ちゃんとこう日記っていうんですかね、そういったものに出てきたというのが1722年7月6日ということですので、ちょうどこの七夕ぐらいの時ですよね。なんで去年が300年祭というのもね、ちょっとやったりしました。ちょうどこの、日記に出てきてからちょうど300年と、正式な記録が出てから300年ということでですね、ここの段階では、なんかこうネプタっていうふうな表現ではないですけど、ネプタなのかな、うん、っていうふうな表現でですね、出てきているということらしいんですよ。まあ、そんなねぷたがですね、ずっと脈々と江戸時代もまあこう紡がれてきていて、明治に入ってですね、少し装いが変わったというようなことらしいんです。まあ、この後、動画でもですねちょっとお見せできたらと思ってるんですが、形がですね、津軽のこの弘前のねぷたっていうのは扇形をしているんです。扇形、それまではどちらかというとなんか長方形、私が前図で見たのは長方形というかですね、長方形じゃないか、こう円柱じゃなくて角錐っていうんですか、なんですか、まあ、長方形のこう筒状になってみたいな、うん、そんなものだったのが扇形に変わってですね、うん、明治時代になってからそういう角灯籠と言われてるんですね。角灯籠から扇になったというふうに言われてですね、うん、まあ、今のこう形の原型になってきたというようなことも言われたりですね、うん、あとはなんか喧嘩ネプタなんて言ってね、昔は町内会単位で、弘前は特徴的なこう町内会単位で出すっていうね、青森はどちらかというとこう企業さんが主体になったりとかして出すんですけど、ネプタっていうのはですね、弘前が特徴的なこう町内です。何々町とか、まあ、団体ももちろんあるんですよ。愛好会っていう団体もあれば、あと企業さんもあるし、大学も出したりとか、なんか結構幅広い方こう出してるんですけど、昔はこう町内単位で出してると、その町内同士のこう喧嘩でネプタが扱われる、喧嘩ネプタなんてね、いうのがあったりしたんだよ、なんてことも聞いたことあります。はい。そんなね、歴史を持っている、弘前ねぷた祭りということなんですけれども、はい。まあ、具体的にじゃどんな祭りなのかっていうとですね、この後、まあちょっとラジオを頼んでね、少し、音だけのとこもありながら、私の声も入れながら、はい、少し雰囲気を味わっていただければなというふうに思いますのでですね、ちょっと今から映像を流していきたいなというふうに思いますね。はい。はい、8月の1日の、だいたい夜19時ですね、夜7時ぐらいの、弘前市の空ですね。まだ夕暮れ時というか少し明るいんですけども、だんだんこう暗がりが広がってくる、そんな感じになってきますね。19時半ぐらいにはだいぶ薄暗くなったかな、1日は。はい。でこの後現場のですね、はい、これがまあねぷたですね。ここは今、待機をしている、
出陣って呼んでますけどね、これから、観客の皆さんに見てもらうために練り歩くんですけど、その待機場所で、みんな待っている状態をですね、ちょっと撮影してきました。参加団体も結構多いんですよ。ちょうど今ね、弘前大学が出されているねぷたのあたりのね、待機場所をちょっと映してきましたけどね。はい、かなりの人数いますよ。すごい多いです。ぐーっと1団体ぐらい、300人はいないぐらいかな。結構多いですよね。本当に多いんですよ。で、団体の数も、この撮影をしていた8月1日は33団体出ていると。で、今年は65団体とか66団体では確かそれぐらいでですね、かなりの団体がですね、ねぷたを出陣させ、出しているということで、このような感じでね、こう連なっているのをちょっとね、動画でもご覧いただけるかもなという感じですけど、こう今ね、こう連なってます、ねぷたが。続々とこう並んでいる、そんな状況でございます。ちょっと、雰囲気を。これがお囃子ですね。こんなお囃子です。掛け声はやーやどう、やーやどうと掛け声をかけてます。これが扇ねぷたって言われるね、かなり大きいですね。この子は6、7メーターぐらいあるんじゃないですかね。弘前大学一番大きいので8メーター級ぐらいが一番でかいんでね、弘前は大きいです。こんなお囃子の雰囲気ですね。聞いただけますでしょうかね。はい、であとはちょっとこちらは写真になってしまうんですが、この扇ねぷた、ねぷたの後ろが見送りと呼んでいるところなんですけども、大体こう美人画と言われるですね、基本武者絵みたいなやつなんですよね。武者絵 で女性が見送り、美人じゃないですけど、そういう武者絵の、美人さんのが描かれることが多いです、ね。はい、でこの後ろがですね、なんかこうちょっとこう物悲しくこう感じさせる、そんな背景があって、前側は勇壮な感じ、します。で下にね、ちょっとこうボタンの花をあしらったね、こう三角錐を反対にしたようなものがあるんですけど、受け皿みたいになってるんですけどね、このボタンが描かれてまして、津軽家ですね、お殿様の津軽家の家紋がボタンというところから、ここにはボタンが描かれているということになってますね。この見送りがね、全部、団体ごとに、もちろん前の鏡絵ってより前も違うんですけど、やっぱりこう描いている絵師さんね、絵を描く人によってもまた雰囲気が違って、それも一つの楽しみ方になってます。はい、とっても綺麗ですよ、実際見るとね。ぜひ一度ご覧いただけたら嬉しいなと思いますね。はい、でお次はですね、はい、またちょっとお囃子、これお囃子がどんな感じでこう奏でられているのかというのでございました。太鼓がね並んで太鼓を叩く人がいて、あとその後ろに、鐘を鳴らす人ですね。ちょうどこう昔の灰皿みたいなのをね、あの鐘の灰皿をこう釣り合わせたみたいなのがあるんですけど、その鐘をこう鳴らしている人で、その後にこう横笛と言われるね、こうお囃子の笛ですよね、それをこう奏でる人、これはお囃子、太鼓、一番後ろにこうつく、隊列の一番後ろに立つくっていうことが多いですね。でねぷたを引っ張る人、ねぷたの本体で、その後ろにお囃子の、隊列、そんなのがね基本的なスタンダードな感じになってますね。まあ、これ弘前大学さんのね結構撮影をしてきたんですけど、やっぱり大学生さんが多いんでしょうかね。かなり若い方が多いですし、でやっぱコロナでねだいぶ人数が減ってたんですけど、今年から完全復活ということで、いろんな制限取っ払われて、やっぱ参加者もね去年よりも
増えましたし、弘前大学さん自体も4年ぶりの出陣というようなお話だったと思いますね。なので意気込んでらっしゃったんじゃないでしょうかね。はい、嬉しいと思いますよ、すごく言ってる方はね。で続いてはですね、自衛隊です。自衛隊もねぷたを出してましてですね、弘前陸上自衛隊駐屯地からですね、自衛隊員の皆さんがですねねぷたを制作して毎年参加をしてくださってます。はい、で自衛隊のねぷたの、ね、特徴はね、あれは剣舞、剣の舞と書いて剣舞ですね。それがもう毎年、市民の楽しみ、私たち住んでる人からすると見るのが楽しみで、ずっとね若い隊員の皆さんが、入隊して間もない皆さんがですね、こういう剣舞を舞ってくれるっていうのがね、このねぷたの一つの名物になってますので、ね、それをちょっと動画ではご覧いただきたいと思いますね。はい、この後じゃあちょっと流しますんでね、ちょっと音ボリューム大きいかもしれませんが、すいません。曲はですね、春日八郎のああ弘前城、ね、春日八郎さんです。今並んでるのがね、こう自衛隊員の若者たちが3列で並んでおります。今から舞い始めますね。はい、右手にはですね、日の丸の入った扇子を片手にですね、今舞っております。かっこいいですね。こう一糸乱れぬっていうんですか、女性の方もいらっしゃいますね。あ、扇をしまって、刀を抜きます。かっこいいね。はい、ということで今刀を収めました。はい、これでまあワンターンみたいな感じになってるんですけど、これがですね、だいたいこの運行をしている間、ずっとこう舞い続けてくれるんですね。運行する距離っていうのは結構長いですよ。3キロはないかな、でも2キロはあるかなぐらいな感じなんですけど、その間ずっとこう舞っていてくれると、そういう、舞い続ける、やっぱこれやっぱね、弘前の市民もそうですし、その周辺の皆さんもそうですしね、観光客の皆さんもねすごく喜んでくださる、そういうものになってますね。これだけは絶対見たいっていうか、私もこれ撮影するとき、これだけは絶対撮りたいなと思ってたんで。ということでね、弘前陸上自衛隊の、若手の皆さんによる演舞、ちょっとね、ご紹介をしていきました。まあ、このあとね、剣舞の隊列の後に、本ネプタですね、ネプタの本体がね、練り歩くというような形になってますね。あ、剣舞ね、後ろ姿もちょっと今映してる映像を流してるんですけどね。はい、ずっとこうやってエンドレスで、いや踊ってる方はね暑いですからね、もう大変だと思いますよ本当にね。なんか訓練の一環になってるでしょうかね、自衛隊さんでは。で自衛隊のねぷたも非常に大きなねぷたでね、もう毎年鮮やかなねぷた、まあどこの団体さんもねとっても綺麗な、色鮮やかなところですけどね。で今日ちょっとあとご紹介したいなと思うのは、このねぷたというのは高さ調節が実はできるようになってまして、今はこう一番低い状態のこう昇降機っていうね、上がり下がりがこうするっていう、上に電線があったり信号機があったりすると突っかかっちゃったりするといけないんでね、そういうことからちっちゃくなったり伸び縮みするんですよ。で動画の方ではですね、その伸び縮みする瞬間も、この後ちょっとご紹介をさせていただいてますのでですね、動画のご覧の皆さんはちょっと見ていただければなと思うんですけど、今からね徐々にこう上がってきます。あ、大きいネタですね。はい、こう近くで見るとねもっとこうでかく迫力があります。こう今からねだんだんこう下の方を見ていただくと、
分かるんですけど、ちょっとずつ上に上がっていくのがね、分かるかと思いますよ。グイーンって上がっていくんでね。はい、あ、今上がり始めましたね。グイーンって上がってますね。はい、主役越した、まあ、50センチぐらいなのかな、うん、なんかそれぐらいはこう高さ調節ができる、どこの団体さんもそんな、機能を持ち合わせているっていうのがね、ネプタになってますね。はい。で、お囃子の太鼓の叩き方もですね、団体によってちょっと特徴があったりして、少しだけ違ったりなんかもする、そんな弘前ねぷた祭りをちょっとね、ご紹介をしてまいりました。エンディングテーマが流れてまいりました。エンディングのお時間となります。今日は弘前ねぷた祭りのですね、8月1日初日の模様を、皆様に少しでもお届けできたらなということで、お伝えしてまいりました。新聞報道だとですね、8月の1日のこのお祭りの人で、約27万人ということですね。弘前市だけの人口でいうと大体16万人弱ぐらいかな、16万5000人かぐらいだったと思うんですけど、うん、それぐらいなんで、だいぶ多くの、ね、人手を集まったと、大変なにぎわいを見せたということになるんだと思いますけども、はい、初めて見た方もねいらっしゃるかと思いますけども、いかがでしょうか。ぜひね、実物見るとまたちょっと感覚変わりますんでね、青森と弘前とあと五所川原、ね、五所川原はもっと高い立ちねぷたっていうのがねありますんでね、そういうのもちょっとね、ぜひ見ていただければなというふうに思います。いろいろ巡れますんで、この期間はね、青森にご旅行なんかも夏考えてみてくださいね。はい。毎週日曜日5時半はつながるラジオをお届けしております。YouTube でご覧の皆様、私の QR コードですね、動画の横にある QR コードを読み込んでいただきましたら、私にまつわる情報ですね、いろいろまとめておりますので、よろしければ、YouTube チャンネルのご登録とかですね、あと毎日情報発信してますので、そちらのご登録、いいねなんか押していただけると励みになります。はい、ということで今日はこの辺でお別れさせていただきます。ご覧いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。失礼いたします。